バッターは DH 山川。ツーアウトになっています。まあここは長打を警戒して低め低めで来るでしょうね。ああそうですか。これで3ボール厳しくなったか。あっとデッドボールだ。当たってしまいました。もろにバッターにボールを当ててしまいました。やはり怪我が重いんでしょうか。交代のようです。バッターは今日 DH に入っている山川。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。はい、先ほどはちょっと消極的でしたよね。あっとデッドボールだ。当たってしまいました。川上さん、ここまでの展開ご覧になっていかがですか。まあ点も取れてますしね。今日は打線のつながりが非常にいいですよね。そうですね。この後も追加点のチャンス。これはデッドボールということになります。ああやはり痛めました。どうやら大丈夫のようです。プレーが再開できるということで今戻っていきます。さあ点差を広げたい場面、一塁にランナーを出しています。バッターボックスには近藤。里崎さん、この回も先頭打者が出ましたね。そうですね、先頭バッターが出てくれるとぐっと得点が近づく感じですよね。しっかり活かしたいですよね。なるほど、そうですね。一塁牽制、一塁はセーフ。ここも牽制。さあバッターボックスにはホークスの主砲4番指名打者の山川を迎えます。みずほペイペイドーム。ああこれはいけません。デッドボールです。100球を超えていますがまだ続投するでしょうか。